皆さんこんにちは。こんにちは。昨日マルクスの基本定理の説明をいたしました。で、今日はこれをちょっともう少し一般的なものにしていこうと話をしていきますけども、でその前に昨日の話を踏まえて、まず昨日と同じ星を蓄積論モデルを使ってる、これは一体何を言ってるのかっていうことを、もう一度ちょっと振り返ってみたりとか深めてみたいというふうに思っています。星の蓄積モデルの工程っていうか、それを復習しておきますと、第1部門が生産手段を生産する、で第2部門が消費財を生産する部門、で世の中にこの生産手段というものと消費財というものと2種類あって、でその生産手段を1単位生産しますよという時には、生産手段自身が A1 だけ投入しなければいけません。でさらに労働というものがありまして、この労働は世の中に1種類あります。生産手段を資産に生産するためには労働をタウ1に投入しないといけません。それから消費財を1単位に生産します。消費財を1単位に生産するためには生産手段を A に投入しないといけません。それから労働をタウ2に投入しないといけません。で一方、労働は1単位に提供すると賃金がもらえまして、その賃金によってラージ R の消費財を買いますよということで、このラージ R というのが実質賃金率であります。このような構造を持っているという世の中において、どうなるか、リズムが存在していたらそれは労働が搾取されていることだということを見ていったわけですね。でこの見ていくに際して、投下労働価値、生産物を一単位作るために直接間接に必要な労働の量というものを定義いたしました。その定義というのをちょっともう一度復習しておきたいと思いますけれども、こんなふうに定義されましたということですね。第一代、生産した方の投下労働価値というのは、直接間接に一単位作るのに必要な労働ということで、直接にはタウ1ですね、このタウ1の労働が必要で、さらに間接的には生産手段を A1 に投入しますので、その A1 の生産手段がかかるけれども、その生産手段1単位あたり D1 の、労働が必要ですということで、間接的に D1A1、直接にタウ1、合計してこれだけの労働がかかりますよというふうに書けます。それから消費財については、消費財一体作るために直接間接に必要な労働 TD というのは、直接には買う2で、間接には、生産手段を A2 に投入しますので、それ1体あたり T1 の労働がかかりますということで、こんなふうに定義されますという話をいたしました。これをですね、解いたらどうなるかという話で、だからこういうふうになりましたよと。この時にこれは直接間接に投入された労働ですから、プラスでないとおかしいということですが、これがプラスであることがどう保証されるかというと、この分母がプラスでないといけないんですけれども、この分母というのは A1 というのは生産手段を1単位生産するためにどれだけ投入せなあかんかということを表していて、この投入する値が1よりも大きかったら、生産する以上に投入せないかは、生産すればするほど、減っていくと、いうことになって、生産性法がなしということになる。やっぱり生産物が投入物よりも多くなって初めてその差が、利用できると、いうことになるので、H は1よりも小さくないといけませんよという話ですね。これが純生産可能条件という話で、これが成り立ちますから、この分母が、プラスであるということによって、全体がプラスですよと。いうことが保証されますという話を前回いたしました。今日この意味をですね、もう一段考えてみたいというふうに思っております。そのことを考えるために、まずちょっとこんなことを考えてみたいわけなんですが、もしこの純生産可能条件が成り立たない、 A1 は1よりも大きいというケースがあったときに、 A1 が1よりも大きかったら T1 というのは風になるということなんでしょうかということをちょっと考えていただきたいんですが、数理マルチ経済学の学術的な論文の中でも、成り立たないケースのことに関してですね、投下労働価値が負になるみたいな説明があったりしますけれども、これは負になるということは明らかにおかしいわけでありまして、じゃあ、どうなるかっていうことをちょっと考えてみたいと思います。そもそも、この式が、これでいいのかっていう話ですね。で、私前回、この式の説明をするときに、2番目の、こっちから先にしました。こっちだったらちょっとスッと入ってこれるということですね。T1 という生産手段を一単位作るために直接間接に必要な労働っていうのがね、
もうあらかじめなんか与えられているみたいな、そんな気持ちで読んでみると、直接にはこれだけ、間接的にはこれだけ、走ったらこうですって素直に入れるわけです。で、その素直に入った頭でもって、そのままこっちを説明して、直接にはこう、間接にはこうっていうのは、まあ、これと同じみたいに書いてるわけだから、こうというのがスッと入るわけなんですが、これ一般的に学生さんに説明するときに、こっちから入りますとですね、まあ、理系の皆さんだったら大丈夫かもしれませんけれども、私が教えておるような私立文系とかで、最初にこれから入るとですね、ちょっとなかなか受け付けられない、そういうことがあるわけですね。つまり、こちらに、T1 というのが入ってて、こちらに T1 というのが入ってて、こっちにからこれを説明しようと思って書いているのに、この中に今から説明されるべき T1 が入ってしまっていると、なんかちょっと抵抗感があるというような学生さんがいらっしゃったりします。こういう感覚っていうのは、決してなんていうか侮ってはいけないというか、バカにしてはいけない話でありまして、確かにこれ方程式には成り立っているんですが、方程式で解けるんですけれども、しかしこっち側で説明すべきものがこっち側に入っているという気持ち悪さというのは確かにあるわけです。で、じゃあそれが気持ち悪くないように説明しようと思ったらどう考えればいいかということですね。これ気持ち悪くないように説明しようとするとこういう説明になるということですね。1単位生産手段を生産します。で、1単位生産手段を生産するためには何が必要ですかというと、生産手段が A1 必要です。で、労働がタウ1必要。ここで生産手段自身がね、ここで A1 作らないかっていうことです。で、その A1 の生産手段を作るためには何が必要かというとですね、これに A1 をかけた A1 2乗ですね、の生産手段が必要である。それから労働は、1体あたりタウ1かかりますから、A1 タウ1の労働が必要であるということになります。で、そうするとまたここで生産手段がいるわけですね。作らないかです。なので、この生産手段、A1 2乗の生産手段を作るのに、生産手段が A1 3乗必要であるということですね。で、さらに労働が A1 2乗タウ1必要である。ずっとこういう感じで、これを作るために A1 4乗の生産手段が必要で、労働が A1 3乗タウ1必要であるということが、こう、ずっと続いていきます。で、そうすると、結局この1単位の生産手段を作るために直接間接に必要な労働はどうなるかというとこれなんです。これになる。で、したがって、これはどう書けるかというと今から求めるべき P1 というのはタウ1足す A1 タウ1足す A1 2乗タウ1足す A1 3乗タウ1足すというのをずっと無限に足していったものということになるわけです。これは、まあ、タブ1でくくりますと、1プラス A1 足す A1 2乗足す A1 3乗足すって A1 4乗足すって、まあ、こういうのを無限に足したものと、いうことになるわけですね。で、じゃあ、この1足す A1 足す A1 2乗足す A1 3乗足す A1 4乗と、ずっといくやつですね。これは一体何でしょう？まあ、何でもいいんですけれども、例えばこれをラージ X と置きましょうですね。そうすると、これに A1 をかけましょうですね。A1 をかけると、A1 足す A1 2乗、足す A1 3乗、足す A1 4乗、足す A1 5乗、足す、こういうふうになります。で、これを引き算いたしますと、これが 1-A1 の X になって、で、これは A1 と A1 は消えますと。A1 2乗と A1 2乗は消えます。A1 3乗と A1 3乗は消えます。A1 4乗と A1 4乗は消えますと。A1 5乗と A1 5乗は消えますということが消えていって、で、結局1になりますから、X は1-A1 分の1ですねと、まあ、こういう説明をするわけなんですね。なんだけれども、これ説明にごまかしがあることはお分かりになる人は当然いらっしゃると思いますけれども、これはもし A1 が1よりも大きかったらどうなるかというと、この消えないで残るこの最後の部分がずっと後ろになればなるほどどんどん大きくなっていくということになりますね。で、なので、こういう説明が成り立つのは、それは A1 が1よりも小さいから、こういう説明が成り立つ。A1 が1よりも小さければ、この A1 2乗、3乗、4乗、5乗となるにつれて、どんどん小さくなっていって、ゼロに近づいていく。で、全体としてある一定の値に近づいていくと、いうことですね。したがってもしこれ A1 が1よりも大きかったらそうはならないですね。
H が1よりも大きいなら、まあ、あの1だったとしても同じですが、1以上ならどうなるかというと、1足す H 足す H2 乗足す H3 乗足すというのは、どんどんと大きい値になっていきますから、当然ですが、これは無限大です。なので、H が1よりも小さいなら、これに、こいつですね、こいつがあの 1-H 分の1ということですから、T1 は、1-H 分のタウ1ということになって、これはあの、先ほど言った通りの数になるわけなんですけれども、もし H が1、1乗ならば、ここの部分が無限大になりますから、T1 も無限大。つまり、まあ、これ考えてみたらあの当たり前というか当たり前です。で、つまりあのこの1よりも大きいということは、投入したものの方が算出よりも大きいということですから、何歩投入してもあの純正算を得ることができないということになるんですね。何も投入しても純正算を得ることができないから、それを得ようとしたらどんだけ労働がかかるかというと無限にかかるということです。無限にかかる。で、いうことで、あのこっちはあの無限大になる、マイナスじゃないんですと、いうことであります。そうすると、この、H が1よりも小さいというあのこの話ですね、純正算可能条件というあの言い方をしましたけれども、一体何を意味するのかというのをもう少しあの踏み込んで、考えることができるようになるということですね。あの純正算とは何かということの定義をまだしてなかったわけですが、これはなぜ純正算可能条件と言われるか、まあ、要はこの 1-AH がプラスということ、これが純正算可能条件ということなんですが、ここでその生産手段の、ね、第一段の総生産手法を X1 としますと、これはあの X1-AHX1があのプラスということをあの意味するわけですね。で、X1-AHX1 なんですが、X1 って何かというと、これ総生産。で、AHX1 というのは、X1 という総生産をするために投入せないかん生産手段の量ですね。だから投入された生産手段。これはですね、あの過去を、X1 という生産をするためには、AHX1 の生産手段を過去投入しているということなんですけれども、でもあの X1 という生産が現に行われたとき、そのうちその現に行われた X1 という生産量のうち HX1 というのはこの過去を投入されたものと同じ部分というのはこれは、除いとかないかんという話になるんですね。でその除いた残りがこれが純生産です。これはまあ言うたら世の中に米しかないというそういうあの世界を考えていただければあの分かりやすいわけで、総生産として10万俵の米ができましたっていうのが X1 で、その10万俵の米を作るために、例えば2万俵、種として巻いてます、それがこっちですね。そうするとその残りですね、8万俵が純粋に生産された部分ですよと。で実際にはあのこの時10万俵を秋に取れている。2万俵巻いたのは春かもしれない。秋のこの取れた10万俵のうち2万俵というのは手をつけてはいけませんよと。というのはこの2万俵を打ってしまうと翌年また10万俵の生産をすることはもうできないということです。いうことなんで、純生産何かというと、正確に定義すると、まあ年々生産規模を縮小させずに経済系から取り出すことができる最大限の生産物ということです。まあ、今年だけということを考えると、さっき言いましたけども10万俵取れたお米全部食べてしまうということも可能ということです。可能なんだけれども、そうすると、今年はできても来年は米を作ることができないということです。で年々その、まあ、10万俵なら10万俵という生産規模を維持しつつそこから人間様が米を取り出すことができる。そういう最大限はどれだけですかって言ったら、これから投入される分を引いた残りですよと。それが純生産ということです。これは純生産の定義なんですね。だからあの純生産というのの定義の中に年々この生産を繰り返すことができる社会というものを維持することができる、ね、まあそういう概念が入っている。で、まあ、こういうのは経済を再生産する、維持し続けるということです。その経済をずっと繰り返し維持し続けながらそこから人間様が取り出すことができる、ということですね。で、そういう最大限の量があのこの純正産物ですよということです。